こんにちは、デリッシュキッチンです。お好み焼きおにぎりを作ります。豚ひき肉 50g を耐熱ボウルに入れ、酒小さじ1を加えて混ぜましょう。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分加熱します。ご飯 600g と紅生姜 30g、 揚げ玉大さじ2、青のり小さじ1、お好み焼きソース大さじ2を加えて混ぜましょう。サラダ油大さじ2分の1をフライパンで熱し、ご飯を入れます。スプーンで全体が平らになるように広げ、中火で10分程度、底面がカリッとするまで焼きましょう。火を止めて皿に取り出します。サラダ油大さじ2分の1を熱し、ご飯を戻し入れます。裏面を再び中火で10分ほど焼いて、カリッとしたら取り出しましょう。ソースとマヨネーズ、青のりをかけて、紅生姜をのせたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。